ヨギボウィーリーグ第18節、千葉対野島ステラの試合です。まずは前半10分、野島ステラ松本から井上のシュート、よく遠目から狙いましたね。そうですね、左から右に展開してシュートで終われたことは良かったですね。16分、千葉のゴールシーンです。鴨川からドリブルで持ち運んで、大賀がカットしたところ、藤尾、これが藤尾は嬉しいウィン初ゴールです。奪った後のワンタッチも良かったですよね。このドリブルも一個中にフェイクかけて、はい、そして最後決め切ったという感じですね。左足で流し込んでいきました。続いて24分、千葉レミナが鴨川に預けて、千葉のシュート、千葉レミナ怪我明け、長期離脱明けのスタメンでしっかりと結果を残しました。鴨川のパスも良かったですね。そうですね、今日は2人の関係性がすごい良かったですよね。ゴールパフォーマンスも見せました。続いて37分です。ここ千葉が自分で取りに行って、そのまま持ち運んで、角度のないところからシュートを決めました。千葉この試合2点目です。復帰後早々2点を決めていきました千葉。これ中2枚も入ってくるので、はい、千葉選手もちらっと見てますし、キーパーもね、シュートかパスか少し悩んだと思いますね。そこをしっかりと流し込んでいった千葉レミナです。3対0で迎えた後半です。70分、鴨川から今井のシュート、これはゴール左にそれていきましたが、いい位置から打っていきましたね。はい、この後ろからの2列目からの飛び出しっていうのがね、すごくいいですよね。そして73分、野島ステラです。平野のクロス、南野のヘディング、これはキーパー正面でしたが、しっかりと合わせていきました。そして86分です。千葉のゴールシーン、ここも鴨川です。起点はそして大沢、切り返してシュート、大沢遥決めました。今シーズン3得点目です。ここも鴨川ですね。そうですね、起点になってますね。これで千葉は4得点上げています。落ち着いてますね、この切り返し。そして最後落ち着いて決めていきました大沢遥です。そしてアディショナルタイム、野島ステラ、この平野のシュート、これはクロスバーを叩きました。平野も狙っていったんですけれども、惜しくもバーを叩いたということになりました。ヨギボウィーリーグ第18節、千葉対野島ステラは4対0で千葉が勝利を収めました。